のちゃん少し元気がないようですがどうかしたんですかいいえ気のせいです私はいつも通りですそうだろうか八重野の今日の食事いつもより少なかった気がするうっ実は今朝祖父母が夢に出てきまして その家族を思い出してしまいお恥ずかしいです感傷的になるのは心が弱い証拠もっと修行しなければ恥ずかしいことじゃない私も故郷を思い出すことはある小栗ちゃんの言う通りです大好きなご家族に会いたいと思うのは自然なことですよ 私たちでよければいつでもお話を聞きますからねお二人ともありがとうございます話したら気持ちが少し楽になりましたそれじゃあ食事を取り直そうちょうど駅前の定食屋さんが大盛りフェアをやっているんだ他にも悩みがあれば遠慮なく言ってくださいね私をママだと思っていいんですよ いえ、さすがに母上とは思えませんが <laughs> 私は過宝者ですね。<laughs> うん